平山平山ん、お、ら九百なお、1988年9月11日隊は、女性パチンコライター。身長、158センチメートル。血液型、A 型。福岡県出身。第一経済大学附属高等学校在学中に、穂波優の芸名で、タレント活動を始める。ザックザックによる、アイドルオーディション企画、ザックザクインや、 ドゥーイング TV のアイドル総選挙への参加といったグラビアアイドル的な活動もしていた。高校卒業後、高校の系列の専門学校に進学するが、半年で辞め、事務職を経て2008年11月に、タツミ出版に入社し、パチンコ必勝本クライマックスの編集部員となる。ただ本当は愛読していた、パチンコオリジナル実践術に入りたかったが間違えて、 タツミ出版に応募、入社後しばらくは気がつかなかったとしている。応募動機は好きなパチンコがただできると思ったから。編集部員の頃から動画に出演していたが徐々に編集の仕事の割合が少なくなり、後に編集からライターとなった。平山という名前は大ファンであるプロレスラーミノワマンにあやかったもの。特技はタップダンスは大鼓、歌うこと。 好きな機種は、CR 花のケージ全般、CR パトラッシュ全般。ネトラーデニチャンネル好き。イカ水である。2010年12月18日、西人ファン感謝イベント、シップード搭載にて、女性ライター3人による1日限りのスペシャルユニット、メルティキスを結成。2011年12月24日、パチンコライター、カオリッキーとハンドルを右に回せ。 で、CD デビュー。二人が共演していた、パチンコ勝ち大実践チェック。2のオープニング曲として使用された。同じ、パチンコ必勝本クライマックスのライターであるナルミンと、あ子との3人による、音楽ユニット、バツさん、ギジさん、マイナスを、結成、2016年12月4日に、お披露目ライブを開催。デビュー曲、君職バイシクルは、 パチンコ機に収録されることになった。2017年8月26日の東北楽天ゴールデンイーグルス VS 北海道日本ハームファイターズ戦で始球式ゲストとして投球を行った。2017年11月15日の公式ブログで12月の業務をもって無期限休業することを発表。12月10日のブログでは妊娠5ヶ月に入ったことと11月に 入籍していたことを報告。2018年9月に仕事復帰。2019年9月28日、自身の YouTube チャンネル、平山 CH で、10月いっぱいで、パチンコ必勝本クライマックスの専属ライターを辞め、11月からフリーで活動していくことを報告。結婚後の名字は公表していない、大王一回質問コーナー。平山の道草日記。 アメブロ。2017年5月5日閲覧。ウイチとヒカルの面白い人々出演時に、これまでの経緯を聞かれ発言。史上初のパチンコアイドルユニット、メルティキッス、爆ン。ザックザックバイユーカンフジ。2017年5月5日閲覧。ヒラヤマンラ人気ライターで音楽ユニット結成。ウェブグリーンベルト。2017年5月5日閲覧。お知らせ。 平山の道草日記、アメブロ。2017年11月16日閲覧。ご報告、平山の道草日記、アメブロ。2017年12月10日閲覧。ご報告、必勝本を卒業しますひく平山。CH2019 年9月28日。ありがとうございます。